今月18日に沖縄本島の南部八重瀬町にキャンプインクラブの生え抜き森田浩輝選手を中心に平均年齢24.1歳と若きチームが16年ぶりの J1 に挑むそこで今回 MC に挑戦するのはんですええーク力見せたいいと思います <laughs> チームを盛り上げる切り込み隊長在籍4年目のストライカー川村慶斗選手がチームの裏側も聞いていくぞ東京ベルディの3番 <laughs> 谷口博人ですそしてジェフ千葉から来ました10番三木智也ですクラブ生え抜きの谷口博人選手は最終ラインからチームを鼓舞するベルディのディフェンスリーダー そして完全移籍でやってきた千葉の10番、三木智也選手巧みなボールコントロールとゴールへの嗅覚が鋭い中盤のキープレーヤーは今年ベルディでも10番を背負う,ういい、ね、そんな三木選手にチームの印象を聞いてみると、まあ、ジェフに比べて本当に若いチームで年下が多くてうん接し方にちょっと困ってますけど。<laughs> まあ、これからどんどんもっと仲良くなって、まあ、自分もその場に加わりたいなと思います。<laughs> まあ、けとか一人で盛り上げてる感じす、ね、<laughs> そうですね。ね僕一人でいつも盛り上げてるんですけど。はい、誰も返事返してくれないんですよね。<laughs> <laughs> 若いチームなのに。はい、若いチームなのに。<ー>ベルディ黄金時代を知らない世代で掴み取った J1 ーワンの切符。若いチームだからこそ生まれた新たな感情。 今年30代、本当もう45人ぐらいしかいない若手のチームになってるんで、はい、僕たち99年代なんですけど、はい、プロ年数が低くてもしっかりとチームを引っ張っていくっていう自覚がしっかりと芽生えているかなと少し上の選手がチームを良くしていこうっていう意識が見えるのでそこはすごくいいかなと思います。 感動を超えることがクラブのスピリットジョーフク・ベルディは選手たちの団結も自然と生んでいるまあジョークさんからの年齢考えれば多分僕たちは息子みたいなのジョークさんの印象を聞いていきたいんですけど <laughs> まあ本当熱くて、うん、試合終了のホイッスルになった後のめちゃくちゃ喜んでる姿とかはすごいなんか印象に残っていて。うん 本当に六十二歳なのかっていう喜び方されているので <laughs> <laughs> 勝負にこだわっている方なのかなというふうに思いますね。お茶目な部分はあると思います。えー、うす、ね、遠征行く前のバス乗るときにスーツ忘れてたり、<laughs> ダッシュで取りか、<laughs> サッカー以外のところで僕たちがふざけてるのとか見てたらしたら <laughs>、はい、一緒に笑ってたりしてるんで。あ、そうなんですか。はい じゃこれ見て笑ってくれてるといいですね。はい、多分笑ってると思いますよ。<laughs> <laughs> 情熱的な上腹監督と家族のような関係を築き上げた若き男たち。最後に改めて16年ぶりの J1 を戦うべく達成したい数字を聞いてみると10ゴールです。お、リーグ戦で10ゴール以上を。 を目標に今年はやりたいと思っててジェフで2年目の時14点取ったんですけど3年目4年目は7点で2桁いかなかったんで今年こそもう1回10ゴール以上取りたいと思ってます僕はゼロですゼロはいまあ去年怪我で苦しんだんでまずは怪我をしないってことのゼロあとは無失点の試合を多くするのゼロで まあ僕は「10」って書いたんですけど、はい、まあ得点10でもいいですしアシスト10でもまだプロになって、まあ、数字という結果で残せていないのでまあ今年は「10」という数字を残したいと思っています。ベルディでもサプライズを見せてくれ